3、2、1、GO! さあ始まりました、4分間ダイエット、30秒8種目ですね。今回はね、ストレッチポールを使った足パカをやっていきたいと思います。最初はね、左右に開いて閉じてを繰り返します。代表的なやつですね。僕の尊敬するマッスルウォッチングさんもよくやってます。ぜひやっていきましょう。あと、オガトレさんもね、よくやってますね。3、2、1、はい、次左右でクロスです。内転筋がすごく刺激されますね。この足絶対しますよ。次はね、前後、これもストレッチポールだからできる技ですね。前後にブンブンと開いていきましょう。壁だとね、壁ポールつけちゃうんですよね。3、2、1、はい、今度は足揃えて上下に、これじゃあ一旦ね、レッグレイズに近いので、この前側のね、トレーニングになります。下腹部ですね。今度は足を天井に向けてキックです。交互にキック、こうかかとをね、天井にキックするようにですね。はい、また左右クロスに戻ります。あ、これ、ね、体の柔らかさも改善できていいトレーニングですね。はい、お疲れ様でした。まあ、このようにですね、今回はですね、このポールを使ったですね、足パカ見えますかね。はい、見えてますね、をやってみました。ぜひともですね、これね、結構どなたでもできるかなと思います。あとはね、負荷はね、自分でちょっと調節して激しくやりすぎないようにすれば、どなたでもできるかなと思います。追い込むこともできます。はい、ぜひとも自分の、ね、状態に合わせてぜひやってみて、これ足痩せにすごく効果的ですので試してほしいなと思います。はい、これからもこのような動画を作っていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。あなたも世界的人生変えましょう。さよなら。 YouTube チャンネル登録お願いします。 LINE アット登録お願いします。 LINE アットに登録すると YouTube の新着情報、イベント情報、ご相談、ご質問などができます。 LINE アット登録お願いします。